泣きすがる石橋国民民主党は断固拒否する与党での過半数確保を勝敗ラインに掲げていた石橋省。し10月27日夜 NHK 番組で非常に厳しいご審判をいただいたと認識している謙虚に厳粛に受け止めていると語りました野党を無視して衆議院解散を踏み切った石橋ですがまさに因果応報ですが諦めの悪い石橋は28日未明衆院に対し 辞任せず政権維持に向け国民民主に協力を呼びかける意向を示したというのです何としてでも既得権益を確保したいし、ばし。そんな彼を国民民主党の代表玉木雄一郎氏は気持ち良い正論パンチで一周しています今回の動画は信念を持って断固拒否する玉木氏の会見をご覧くださいではどうぞはいえー、それではただいまより国民民主党玉木代表記者会見 始めさせていただきたいと思います。玉木代表よろしくお願いします。はい、あのまだあの開票は続いておりますので、えー、しっかりと最後まで見守りたい、見定めたいと思いますけれども、まあ現時点において NHK さんで21議席ということで、まあこれまであの全国回る際に何とか21議席を取りたいということを訴えてまいりました。というのは21議席ないと。 単独で衆議院に法案提出ができないということで、まあ、この我々が掲げた手取りを増やす経済政策、103万の壁を上げていくのも、所得税法の改正が必要なので、具体的な法改正の提出権限ということが手に入るかどうか、これが一つの大きな我々としての目標でありましたけれども、なんとかそれは超えそうな、今、22になりましたけれども、 あの情勢になってきたので、あ橋本美キ子さん、あの三井さんを相手に戦った橋本さんに当下が今出ました。あの政治と金の問題についてもですね、あの厳しくやってまいりましたけれども、同時にですね、私たちとしてはこの手取りを増やす経済政策を愚直に十二日間訴えてきて、それが一定の手応えあるいは届いたという感じを得ています。だからこそですね。 この政策実現ということに、これからしっかりこだわって、国会でも議論をしてまいりたいというふうに思います。あともう一つはです、ね、われわれは4年前に決闘して、なかなか苦しいこれまで活動ではありましたけれども、曲げずにです、ね、対決より解決、政策本位ということを訴えてまいりました、改革中道ということも変えずにきましたけれども、 まあこういった路線に対して、ですね、えー、分かりにくいとか、あまあ、時に、えー、政策実現のために与党と交渉すると、まあ、与党にすり寄っているとか、ですね、えー、野党としては物足りないとか、さまざ、あ、まなご批判もいただいてきたのは正直、いい現実であります。ただ、こういったことも含めて、ですね、対決より解決、政策本位でやってくれという声を、多くの国民の皆さんに託していただいたということは、 われわれの路線でやっても議席を増やすことができるんだと、まさにその議論する国会を求める国民の声があるということの確認にもなったと思いますので、ひたすら私たちは政策本位でこれからも、これまでもやってきましたけれども、これからもですね、ぶれずにこの路線でやってまいりたい、で繰り返しになりますが、やはり選挙で掲げて大きな期待を集めた 103万の壁の引き上げ、具体的に言うと、基礎控除、給与所得控除の178万円までへの引き上げ、あるいはですね、まあ、ずっと私たちが言い続けている、えー、ガソリンの暫定税率の廃止、まあ、こういったことはですね、国民の負担を軽くし、過処分所得を増やし、まあ、手取りを増やすことに直結しますので、まあ、ぜひ実現に向けて、年末の税制改正に向けてもですね、 しっかりと取り組んでいきたいとそう思ってます以上ですはいそれでは、えー、ご質問を受けしたいと思いますけれどもいかがでしょうかはいどうぞじゃあそちらどうぞ朝日新聞の松井です、はい、国民民主党が議席を大幅に増やす一方で自民党は裏金問題の影響もあって議席をかなり減らす見通しです あの与党過半数維持があの微妙な状況ですけれども、国民民主党に対して自民党から連立政権入りの打診はありましたか。ありません。玉木代表に対してでもなくてもあの国民民主党のどなたかに対してありませんか。えー、ないと理解しています。あ、すみませんちょっとなないと。あのうちも人数多いのでどういう話が誰にあったかは全部把握してませんけれども、あの確認してないので。 ないと理解しています。立憲の野田代表からはともに政権を離脱する連絡はありません。せん今後あのそれぞれから連立をともに組もうという打診があった場合にはどのように回答しますか。あの,あ,のありませんというかあの冒頭申し上げた通りで我々も政策ムーでやっていきます。あの岸田内閣に対してもまあ、トリガー条項凍結解除の 交渉については自公とも交渉して、まあ、残念ながらあれは減税という形ではなくて、補助金という形になってしまい、まあ、その副作用が今、少し目立ってきているので、やはりやっぱり減税でやるべきだということを、今回の選挙でも訴えましたけれども、あの変わりません、あの政策本位で、特に私たちが選挙で訴えた手取りを増やす経済政策を実現するためにはです、ね、あの協力いた,だいただけるところとは協力していきますし、 あのどういう形の与党になるかわかりませんけれども、政府や与党に対しても強く求めてまいりたいと思います。はい、その他いかがでしょうか。はい、どうぞ。あ、まず前の方お願いします。はい、どうぞ。はい、毎日新聞の田中と申します。はい、はい、えっと。 特別国会で今後あの衆判使命行われると思うんですがあの決選投票を含めてですねあの国民民主党てどう対応していくか今のお考えを聞かせてください。それは衆判使命あ,、はい、あ玉木雄一郎と書きます。はい決選投票でも、はい、玉木雄一郎と書きます。はい、えー、それからですねあの玉木代表あのあのサミット式にこれまでメディア出演 今されてきてき、はい、その中であの政策決定の新しいあり方をというお話されていましたけれども、はいまあ、おそらくその主犯指名で、まあ、誰が総理になるか分かりませんけがひょっとしたら自民自公政権があの少数であの少数与党のような形で行なあの政権運営されるかもしれないし非常に不安定化するという可能性も政権が、えー、あると思うんですけどその中で玉木代表がイメージする 政策経定のあり方っていうのは、もう少し具体的に教えていただけないでしょうかいや今、現時点において、何か具体的なその枠組みのイメージはあるわけではないんですけれども、あの我々岸田内閣のときもです、ねあの、3党の政策協議の場を作って、トリガー条項にしたり、あるいはあのヤングケアラーもです、ね、あの目立ちませんでしたけれども、あの3党で協議をしながらあの、確保までつなげてきたという経緯がございますので、 あのどの党も過半数を取らないような状況が仮に、えー、この選挙の後を現れるのであればです、ね、やはりその各党のさまざまな意見を聞いて、物事を決めていくような、新しい政策決定のルールが必要だと思います、今までのように自民党と公明党の部会を通したりすればです、ね、もう国会の前にそれをクリアしておけば、あとはもう国会ではほとんど実は議論がなくて。 もう賛成するだけみたいな法案の通し方が、多分これからはできなくなると思うんですよね。だからこそ、われわれの意見もしっかり聞いてやらないと、えー、法案一つ、予算一つ通らなくなるという状況になるので、まあ何らかの私たちの意見も組んでですね、政策を作り上げていくような、新しいやはり、 ルールやお作法が必要になってくるんではないかなと思いますそれはあのいわゆるそのパーシャル連合みたいなものをイメージされてで,でもないと思いますね、全く新しい、今までなかったことを、この令和の時代に作っていく、それが本当の国会改革だと思いますそうしたお考えというのは、あの例えば今日ょう、えーまあ、日付変わってしまいましたけど、自民党やあの立憲民主党にはお伝えされていたりするままだしてません、はい、ただ、まあ、あの我々は、ね、ずっとこの 政策本位でやっていくしあの、国民が求めている政策の実現だったら、何党とでも協議はしましょうということは、決闘以来申し上げてきたし、実際にやってきたし、これからもやっていきたいと思いますので、まあ、とにかくこの手取りを増やす経済政策を12日間訴えて、それで名古屋でも大阪でも東京でも、たくさんの人が集まって、本当に期待を寄せてくれたんですね。だから、まあ、こののの国会の与野党の議席 はもちろんあの大事なんですけど、やっぱり今困っている国民がたくさんいることにきちんと応える政策実現を、ですね国民民主党が先頭になってやっていきたいなと思ってます、はいま、はい、じゃあ、2列目の方。東京新聞の佐藤と申します。はい あの3点伺いまず1点目なんですけれども今後の国会の場でその与党との間で政策協議があるとすれば特にまず重視する具体的な政策は何かというのが1点目、はい、1> もう1点が今回の国民民主党の躍進の要因これをどう分析されているかこれが2点目で最後が企業団体献金へのスタンスなんですけれどもまあ廃止を強くされあの訴えていた立憲民主党が躍進されましたが 国民民主党としては今後、この企業団体献金について改めてどのような考え方で向き合っていくのか、以上3点、よろしくお願いいたします。1問目なんでしたっけあすいませんあの、えー、今後の国会の場で与党との間であの政策協議があるとすれば、ああ何を一番最初<え>、はい、これはもう明確で、1 0万の壁を引き上げたいです、もっと具体的に言うと、基礎控除、給与所得控除、特に基礎控除ですね。 これを速やかに引き上げる税制改正を実現したいと思います、できれば年末の税制改正でやらないと間に合わないと思いますね。あの最低賃金やあの賃金、給料が今、上がっている中で、この壁が一定だと、いくら単価上げてもです、ね、今度は働く時間を絞って103万に抑えようとするとあの、上げた意味がないんですよ。でかつ、上がれば上がるほど時間が短くなりますから、早く103万に達するので、 昔は約11月中に達してたのが今はもう10月中に達するのでもう11月12月にシフトに入れませんという学生の声山のように聞きましたからこの12日間でで店長さんももうこれから忙しいのにもう雇えないと言ってもう悲鳴上げてますからこれはねとにかく早くやりたいであのこれ学生パートの皆さんだけじゃなくて控除額を増やすので 皆さんも含めて、すべての皆さんの税額計算するときに、控除額が大きくなるので、課税対象所得がみんなちっちゃくなって、全員に減税効果が及ぶので、その手元に残ったお金でインフレに対抗してもらいたいんですよね、これ、ぜひまずやりたいと思います躍進の要因もお願いしますこれはですね、いくつかあると思いますが、一つやっぱり現役世代、若者をしっかり支えるっていうメッセージを恐れず出したことだと思います。どうしてもですね あのもちろん人口も多いし、高齢化社会なので、与党も野党もあの高齢者重視になります、それはあの、野党第一党も、与党第一党も、野党第二党も、だけど、やっぱり現役世代をしっかり支える政策をしない限りはです、ね、結果として支える人の支える力を強くしない限りは、高齢者福祉も安定しないんですよね、年金も増えないし、だからここをもう明確に私は、もう現役世代、しっかり支えると。 ということを恐れず出したことが、結果としてメッセージが明確になって、支持が広がった一因になったのかなというふうには思っていますみません、あと3点目の,その企業団体献金へのスタンスなんですが、この点については、はいあの、私たちはです、ね、企業献金が悪くて、個人献金がすべていいという感じでもなくてですね、例えばその、 個人の献金であってもやはりその影響を及ぼすということは及ぼしうるし私たちも企業中小企業の皆さんからあの企業献金という形でいただいてますけど献金いただいても一言も言わない人もいるんですねだからその企業だったらその悪で個人だったら善というのはあの必ずしも当てはまらないと思っていて大事なことはですね 誰からどういうお金をもらって、何に使ったかということを、明確にすること、公表することで、でタイムリーに公表することです。で、これができて初めてですね、国民の皆さんの監視が働くし、あるいは投票しようとするときの行動に、その判断材料として提供できるわけですね。例えばある団体からもらってるんだったら、じゃあ投票しないという判断も有権者、あると思います。ただそのの公公表表が年年後3年後という公表の そのタイミングだと、例えば急に選挙があった場合には、その有権者の意思決定に反映されないわけですよね。だから、明確に今回みたいな裏金みたいに隠すことはありえないんですけど、出すことと同時に、タイムリーに出すということが極めて重要だと思ってますので、まあ、そういったことで、あの透明性、公開性をより高めていきたいと思ってますはいその,、えー、その後ろの方。はい 地理通信の大塚です、はい、玉木代表、与党がこれからどのような形になるか分からないけれども、まあ、政策実現について政府や与党に強く求めるとおっしゃいました、これ、つまり国民民主党はこれからも野党でい続けるということなんですかはいあの今、比較第一党が自民党になるのか、立憲民主党になるのか分からない状況ではありますけれども、一つ言えるのは、 どちらも単独では過半数取れないという状況は、多分この選挙結果のあと明らかになると思います。ですから、まあ、どこかに加わるというよりもです、ね、そういう状況の中で、逆に言うと私たち、まあ、議席も少し増やせそうですから、その中でより大きな、今までよりも強い交渉力を持って、政策を実現していくことを、時の政府や与党に求めていきたいと、そう思っています。 のまあ、野党として政策実現を求めるということですけれども、その政策実現が目的であるということはよく分かったんですけれども、その政策を実現するために、その手段として、例えば政権入りして大臣なり、まあ、総理のポストを握った上で実現するという手法もあるのになぜ、野党として交渉によって政策を実現する、そういう手段を選ぶんですか。一大臣のポストよりも 政策実現の方が大切だと思っているからです。あの一大臣、もちろんその与党になると、与党というかその政権に入るということになると、政権の一員になりますから、必ずしもですね、あの同意してないことについても同意しなきゃいけないし、自分たちが言っていることを多少丸めなければいけないしあの、強く要求することがかえってできなくなる可能性もあると思いますので。 われわれとしては、まあ、いくつか特にこだわりの強い政策についてはです、ね、これはもうあの丸めることなく、譲ることなくです、ね、しっかり求めていきたいとで、それが私たちが国民に約束した、公約で約束した国民とのまあ約束であると、そう理解しています。 すいません最後にあの立憲民主党とです、ねまあ、組むことが難しいという考えをテレビやラジオなどでもおっしゃっていましたが改めてその理由ですねあの安全保障政策が違うということも今日強調されていましたが具体的にどこがどう違って難しいのか教えてください、はい、あの安保法制は廃止すべきだと、まあ、当面は、ね、その必要だとおっしゃってますけども、まあ、もうこれだけです、ね、日米間のまあ協力 ガイドラインや ROE に反映されているそのものをですね変えるというようなことでは、とても日米同盟は成り立たないと思いますし、加えてですね安全保障、半分安全保障の問題ですけれども、エネルギー安全保障の問題の観点でいうと、やっぱり原子力協定とか、それに基づいて行われている原子力発電の問題なども、原発ゼロと言っているとなかなかそれはやっぱ難しいのではないかと。 いいう,うに思いますので、まあ、これ、何度も繰り返し申し上げてますが、だからこそ外交安全保障、原発を含むエネルギー政策、憲法観、まあ、こういった基本政策については一致できないと、何もできませんよねということを言い続けても数年経ってますよね。共同通信の野田です えっと代表あの選挙戦、主に訴えられていたものとしてやはりあの経済対策が原因だったと思います、はい、でその中であのまあ自民党の裏金の事件にもあの触れられてはいたんですけれども、改めてですねあのまあこういった結果、自民党のこうというか与党過半数割れにもなりそうな状況にえ裏金事件というのがどういうふうに影響を与えたとお思いなのかと、そしてまあこういう結果を招いたあのまあ主な要因だったと思いますが、自民党 この問題これからどういうふうにしていくべきかという、お願いしますやっぱりね、あの認識が甘いんだと思いますよ、で2月に調査をまとめて、私的に使ったものはございません、違法に使ったものはございませんということを、あの報告書の10ページ目に書いてますが、でも例えば堀井学さんは、サウナに行ってたんでしょ、そのお金で。 秘書に渡して違法な公電に使ってたわけですから、私的な活動にも、違法な活動にも使われている、もう新たな事実は出ているのに、調査を否定してですね、うやむやのまま、この選挙を行っている、その態度自体が拒否されてるんじゃないですか。で、石破さんになれば、そこは変えてくれるんだろうと思ったら、 結局同じことをやってるということで、国民が呆れてるということと、まあ裏金問題もそうなんですが、やっぱり税金をちゃんと払ってないっていうことに対する怒りじゃないですかね。多くの人はインボイスが入った。まあ今回、選挙もあっても言われましたよ。インボイスが大変だと、中小企業の方に言われました、女性経営者の方に。で、その一方で、 政治家は、まあ、自民党の一部の政治家は、何に使ったか、誰に渡したか、一切証明の責任を果たさず、無税の恩恵を受けられると。何ですか、それは、ということに対する怒りではないですかね。だから、あの、演説でも申し上げましたけれども、特定の政治家に認められるようなその税制上の特権、これも廃止して、 同時にもっと稼げるのに稼げることを妨げているね百な1 0 0万の壁とか実は税金もっと下げられるのに物価下げられるのに50年前に作った暫定税率を50年間も引っ張ってガソリンを高くし物流コストを高くし庶民の物価を高くしているようなそんな税制を変えろということを訴えたし多くの国民はそのことに賛同を示してくれたと思いますね。 はいあすみません、続けて、えっと、この再調査なんですけれども、やはり現在もあの再調査すべき自民党再調査すべきだということで、はい、よろしいでしょうか、はいえっと、再調査は当然すべきなんですが、ただもう自民党に任してもね、やらないのであの、改正された政治資金規正法の不足に書いてある第三者機関を、もう年内に立ち上げるべきだと思います。で早急に立ち上上げた上で客観的な 調査体制を構築して、その中でやり遂げると、だから自民党、本当に反省するんだったら、臨時国会で第三者機関設置の法案通してから、お正月迎えた方がいいと思いますよ。はい、それじゃあ、奥の方。 TBS でですすよろしししくおお願いします、はい、お疲れ様でしたちょっと大枠な質問でかつあの重ねての部分も、えー、とあるんですけども、はいまあ、まだ開票は続いていますが公示、まあ、前と比べて、まあ、大幅な議席増という結果になる、まあ、見込みです、まあここについての手応え、結果自体に対して代表が今どう受け止めているかというところをお伺いしたいのが1点と、まあ、この選,挙選挙後、この動き、まあ、お話今いろいろ出てますが、まあ、政局の部分などでも国民民主に まあ注目が集まる部分多くなると思いますが、ここについてまあ有権者に支持してくれた有権者をどうえにどう応えるのか、まあ国会どう挑んでいくのかここにお答えします。はい、あの二つ申し上げます。まず一つはですね、よく我々の路線を支持してくれましたという感謝の気持ちですね。対決より解決、政策本位、まあある意味正論、まあ悪気は青臭くさいことを四年間言い続けて。 まあそんなものじゃ議席取れないと、もう何度言われたかわかりませんけれども、でもそれを期待して信じて、一票投じてくれた多くの国民がいたということです。感謝しかありません。で、まあ演説でも申し上げたんですけど、我々は実は同じことを言い続けたし、同じことをやり続けてきたんですが、よくまあ私たちを見つけてくれましたねっていう感謝の気持ちですね。有権者の皆さんに、我々は発掘され発見され、 いいねと思っていただいて、この一票の積み重ねになっているので、その意味で我々の路線を、この路線を、この姿勢を評価いただいたすべての有権者の皆さんに、特に一票を入れていただいた皆さんに、心から感謝を申し上げたいと。で、こういう路線で議席を増やせるんだということを示したことはですね、 もっと対立型の国会ではなくて、熟議の国会にしていくっていうきっかけになればと思ってますので、その意味では、こういった主張で議席を得た私たちが国会の文化を変えていく、本当に意味の国会改革をしていく責任も重いと思ってますので、引き続き、正論を吐き続けていきたいと思います。で、2つ目のことはですね、やっぱり政策を訴えてご支持をいただいた以上はですね、 政策実現にこだわりたいと思ってますでどういう形になるか分かりませんが、やはりその、特にこの手取りを増やす経済政策はですね、われわれも約束ですから、これ、国民との。ですから、103万円の壁の引き上げやガソリン減税、まあ、こういったものについてはですね、もう粘り強く、どんな形に政府・与党の形がなろうともですね、 強く求めて必ず早期に実現していく、せっかくいただいた議席ですから、政策を訴えていただいた議席である以上ですね、そのいただいた議席をてこに、その政策を死に物狂いで実現していく、そんな運営、あるいは国会活動をやっていきたいと思います。はい、えー、それじゃあ真ん中の NHK の米津です、はい、よろしくお願いします、えっと、体制が判明してきまして、事公で過半数割れが確実というふうになりました、あのこれについて改めてあの、まあ、受け止め方、伺いたいと思います、あのまあ、当初の、えー、報道ぶりからどんどん悪化していったとっいう,ような経緯もありましたけれども、どのように感じていらっしゃるでしょうか、はいまあ、先ほど申し上げましたけれども、<laughs> 政治とカネの問題に対する、この 曖昧かつ不十分な対応に対して国民が厳しい審判を下したというのが一つで私はそれ以上にですねあの経済政策が不十分あるいは間違っていることに対する厳しい審判でもあると思っているんですね世論調査をすると政治とお金を重視するっていう人は15%ぐらいで実はもっと高い比率で重視しているのが物価高騰対策であったり 景気対策であったりするのは、どの調査にも出ますよね。にもかかわらず、今回、ほとんどの時間が政治と金で費やされてしまった。我々は多分、あの、世論調査と同じぐらいの比率で、あの、政治家ね、もちろん演説でも言いました。ただ、10%から20%ぐらいの間、15%ぐらいで、ほとんどの時間を経済政策に私は費やしましたんで、まあ、そういったことを評価をいただいたということと、逆に言うと、今の、 政府がやっている経済政策が的外れということも、実はあの政治と金の問題に隠れてますけど、厳しく審判を受けた原因の一つだと思います。 あのご質問したいいと思いますあの。政策決定の新しいルールが必要だというお話がありましたけれども、はい、どのようなその協議の場をあのイメージしているか、もしあの具体的にあればお聞かせください、でまたあの関連してその補正予算とかあの、まあ、当初予算とかあの今後、まあど、どのような形であのそれを、まあ、あの承認するなりあの、まあ、修正という形になるのか、この点についても協議のやり方 どのよううにお考えでしょうかでいかに私たちの政策であの、公約で訴えた政策がきちんと盛り込まれているかどうかというのが、賛否の大切な基準になろうと思いますね。だからその、今までだと与党が決めて、はい、これです、イエスかノーですかじゃなくてあの、さっき申し上げた、誰か質問ありましたけど、もう自民党、公明党の部会で決めたら、もうそれでどうかっていう話じゃもうなくなってくると思いますよ。 だって自民党と公明党の部会を通したって、それで過半数取れないわけですから、だから新しい意思決定、政策決定のルールは、あの好むと好まざるとにかかわらず、生まれざるをえないと思いますよ、でそこに私たちもあの単なる反対ではなくて、あの建設的な政策論争で臨んでいきたい、ただそれがどういうね、政調会長にやるのか、それは全く分かりません。 あのただ、全部は全部、党首同士で何か議論するような話ではないと思うのであの、つかさつかさでやるのか、それは今の段階では何か申し上げることはできませんけれども、ただ少なくとも言えるのは、自公だけで、それぞれの党内で何かを決めたら、それでそのまま国会通りますよという話ではなくなったということをです、ね、自公にもしっかりあの自覚をしていただかないといけない状況になったと思いますね。 主犯指名選挙について、はい、あの先ほど決選投票でもあの玉木さんのお名前でっていう話でしたけれどもあ,の、まあ今のこう議席数を見ていくと自民、立憲の党首が決戦に行くという可能性が、まあ、高まるのかなと思ってあの危険なども含めて対応の仕方ってどのように考えてらっししゃるでしょうか。いや玉木雄一郎と書くんですよ。そこははい インターネット上での制御活動について今回、はいの、新しいと思ったのでお伺いしますが、御党は1億プロジェクトといってあの1億動画再生などを目指して、今回。 あのいろいろ取り組んでいたと思いますけれども、実際、ユーチューブ上で動画の関連動画を調べますと、まあ、野党の中では一番今回、再生されていたというふうに認識しております、で今回そのインターネット上での活動を、まあ、あのこういうふうにちょっと力を入れたという狙いとです、ね、まあ、今回の,その選挙結果に結びついた役割について、あの代表の考えを聞かせてください。まあネットドブですねあの 結果として我々、まあ、非常に小さな政党としてスタートして、まあ、私、与党も、野党、大党も経験しましたけど、やっぱり小さな政党は圧倒的にですね、地上波であるとか、あるいは新聞などに取り上げられる機会はどうしても少なくなってしまうので、なんとか自分たちで発信できるメディアを持とうといって、例えば私は6年前に玉木チャンネルって始めたんですね。当時は馬鹿にされましたけど、今もう YouTube やってない政治家いないぐらいになってきて、そういうその、 常日頃からのですね、積み上げと発信、これがですね、あの結果、実を結んだのかなと、だから急にネット選挙だと言って始めたもんでもなくてですね、まあ、もちろんやらざるを得なかったっていう、あの最初のスタートはあったもののですね、まあ、結果として早く始めて、えー、常日頃からの発信を怠らなかったということが、選挙になって、 まあ、花開いたのかなとそれと今回実は我々だけの発信ではなくてできるだけ切り抜き動画はですねちょっと我々スタッフも少ないし予算も少ないんで申し訳ないんだけど著作権不利にするんでもう何でもいいから切り取って切り抜いてどんどん上げてくださいというそのボランティアの切り抜き職人部隊をですねまあ要請したんじゃなくてお願いして。 それで出していただいた、それがまあ,ある程度、非常に質の高い動画を作っていただける方もです、ね、たくさんいらっしゃって、何十万と回ったものもあったので、そういう積み上げの中で,です、ね、国民民主党の名前や国民民主党の政策がたくさんの人に触れた、まあ、その結果だというふうに思いますね、はい、そのネット動画の強化がです、ね、得票に結びついたというような実感というのはあります。あの でこれもです、ね、ネットだけじゃだめで、例えばそういうものを組み合わせながら、リアルに足を運んでいただける方の、リアルとネットのこう融合結合がはじできて初めて票につながると思ってます。ですから、あの選挙戦もまめ<の>に発信をしたり、例えば演説をですね、ライブ中継をしたり、そういうことを組み合わせながら、その集大成が最終日、土曜日の7時からの、 東京駅前、まあ、数千人集まっていただきましたけど、そこに結びついたのかなと、またそれがですね、えー、そこで取っていただいたものを拡散していただいたりして広がっていったのかな、あのネットだけじゃだめで、リアルだけじゃだめで、その組み合わせの中でですね、支持が広がっていったと実感してます。 最後にあのこのネット動画の強化ですけど、えー、今年7月の東京都知事選であの石丸慎二さんがまあそうしたネット動画の強化してまあ注目を集めたと思うんですけども、その石丸さんがややったことっていうことはかなり意識されたんでしょうか。んはい、あのずいぶん研究して参考にさせていただきました。はい。はい、それじゃこれでよろしいですかね。はい、どうぞ,どうぞ松井さんどうぞ。朝日新聞の松井です。はい 公明党の石井代表が埼玉14区で落選の見通しとなりました。比例復活もなしです。国民民主党は非常にここの選挙区あのあの力を入れていたと思うんですが、受け止めをお願いします。えっともうあれですかね、確定が出たんですかね。あ、あのそれはまあ鈴木義郎さん本当によく頑張ったと思いますし、まあ新馬幹事長もあの私もあの小島前ではありましたけれども、まあ幹部入ってですね、テコ入れもした。 重点的な選挙区だとといいうことで臨んでんまいりまりしたあの、まあ、与党の代表ですからね、大変厳しい選挙区ではありましたけれども、やはり有権者の皆さんが、ある意味、あの自公という、もちろん政党違いますけど、全体としてやっぱ政治とカネの問題を厳しく、 公明党にも向けた結果ではないかなと。それとやっぱりあの、お隣の選挙区になりますけど、えー、自民党が非公認なのに、公明党がその推薦したりしてね、まあ明らかにこれバーターになってるんじゃないかとか、やっぱりその裏でいろんなことをやってるんじゃないのかとみたいな、そういうこともやっぱりあの地元では言われていたので、そういうある意味の不透明さとか、 その裏で何かやってるっていうことに対しての,その分かりにくさそういったことも含めての結果なのかなとそう思います。 最後の質問なんですが、あの比較エッがどの党になるにせよあの、大きな塊、大きなポーションを持って、比較第一党ではない状況になりそうです、そうなった場合に、あの先ほどの主犯指名の,あの話の続きですが、自民党、またはあの立憲民主党から、自社政権の時のように、あの玉木首相であの政権を組みたいということをあの打診されたら受けますか いや受けるもないいいいそういう話はないと思いますあのいずれにしても政策本位でですね、あのとにかくまあ約束したこの手取りを増やす経済政策、特に103万の壁を引き上げることについては、この年末の税制改正でなんとかですね、実現するためにあの、ありとあらゆる手段を尽くしてやりたい。で我々はその政策を訴えてこの議席をいただいた以上ですね、政策をしっかりやるって態度を示さないと、あの 私はまた評価を得られないし、支持者を裏切ることになってしまいます、あの支持者はあの総理とか大臣とかではなくて、やっぱり103万引き上げてくれっていうですね、その政策に期待して、そしてそれを国民民主党でやってくれるということで、あの議席をいただいたと思ってますので、その意味では、政策実現を最優先に取り組んでいきたいと思ってます。 その政策実現のためには、総理になるのが一番の近道では、今の時点ではないということでしょうか。まあ,あの、そういうことはありえないと思いますので、あのまだ議席も、ね、できってませんからあの、コメントすることは差し控えたいと思いますが、まあ、とにかく政策実現に全力を挙げたいと思います。はははいいいいいよろしでですかね、はい、それでは代表締めくりに一言いただいて ありがとうございます、まだね、あの全部できってます、今、22議席ということで出ておりますけれども、まあ、できるだけです、ねまあ、あの3倍に、まあ、あのを超える議席をいただいているのは、本当に多くの国民の皆さんにご期待をいただいたあの結果だと思ってますんで、だからこそ、その政策を実現してほしいという思いを裏切らないようにです、ね、政策実現にこだわって、これからも取り組んでまいりたいと。 いうふうに思っておりますはいありがとうございました皆さん今回の動画はいかがだったでしょうか今回の衆議院総選挙で自民党と公明党を合わせた与党の議席は過半数を割りました一方で国民民主党は議席を28議席獲得しました前回の4倍の議席数であり党として法案を出せる議席数です今後の国民民主党の活動について国民民主党の玉木雄一郎代表はこのようにコメントしました どこかに加わるというよりも、手取りを増やすための政策実現を政府・与党に求めたい。今回の動画を見た視聴者の反応を紹介します。議席数が4倍に増えましたね。勝利おめでとうございます。法案提出できるようになりました。103万円の壁を178万円へ。電気代、ガソリン税、消費税減税、実現してください。手取りを増やす。期待いたしております。 他の党より一番まともなことを言っていましたしこの党なら任せられると思いましたそして国民のことを一番に思っているその強い精神を感じましたのでこれからも応援しております国民民主党は単独で何をなせるただ20何議席を居座っても結局自民と立憲の票にはかなわない連立入りもありだと思いますが国民が期待する経済政策が実現しやすくなったと 言えるのでではないでしょうか石破茂氏率いる自民党は今回の衆議院総選挙を重く受け取るべきです国民は自分たちの生活を良くできる政党に投票しています今回自民党の議席が過半数を大幅に割ったのは自民党では国民の生活を良くできないと判断したからだと思いますまずは石破茂氏が選挙の結果の責任を持って即刻辞任するべきだと思いませんか一方で国民民主党は 今回の衆議院総選挙で28議席を獲得したことにより単独で法案を提案できるようになりましたこのことにより国民の手取りを増やすという目的を果たせる政策が実行できる可能性が高くなりました選挙戦で凄さを見せつけた玉城氏の手腕と政策本位の国民民主党の実力に期待したいです自公過半数割れの一方で大躍進の玉城氏率いる国民民主党 ぜぜひひの姿勢で国民民主党の手取りを増やす政策に期待している人は国民民主党の政策に期待とコメントしてください国民民主党と玉木雄一郎氏に大活躍してほしい人はチャンネル登録いいねよろしくお願いします